こんにちは。今日はじゃじゃん、インドカレーの食べ放題に来ました。60分制、税込み1000円。なんとね、インドカレーが食べ放題です。飲み物、ラッシーとウーロン茶もつくらしい。カレーは日によって違うみたいですけど、こんな感じです。ちょっとカレーが熱いので気をつけてください。はい、ターメリックライス、はい、ターメリックライス、ご飯そのままで大丈夫です。はい、黄色いご飯です。はい、黄色いご飯、ターメリックライス、ここでこんな感じですかね。はい、そうです。はい、カレー、野菜カレーだそうです。美味しそう。これは辛いって言うの？卵カレー辛い。味見だけちょっとだけ。味見でちょっとだけいただきたい。お願いします。ありがとうございます。シーフードカレー。シーフードカレーですね。シーフードカレー。こんな感じですかね。はい、あとは。ここでドレッシングとか、このなんかナムルみたいな、もやしみたいなのですかね。もやし。あ、いただきます。どんどん焼けますね。はい。何が焼けたということでいただきます。そうなんだ。ここでもらえるんだね。名店らしいって言いましたけどね、昔ね。出てきました。トモさん、こんな感じ。辛い、これ辛いって、うん、卵の、うん、お豆と辛い卵と野菜とシーフードみたいですね、うん、はい、はい、ママもだいたいパパとほとんど同じ同じだね、うん、いただきます。美味しそうだね。ラッシュってやつだね。ラッシュヨーグルトドリンクだね。まあ、焼きたてですよ。結構あったかい、うん、お豆のカレーかな、うん、うん、おいしい。おいしいですよ。おいしいですよ、うん、その時によって違うんだ、うん、その日によって違うんだ、うん、野菜がね、ほんのり甘くて、うん、どのカレーが一番好き？野菜カレー美味しい、うんうん、全然みんな味が違うね、ほんとに、うん、スパイスでよくこんなに変わるよね、うんうん、本当だね。でも本場のカレーってもっと辛いなのね。本場のカレーってもっと食べれないだろうね、辛くて、うん、うん、シーフード美味しい。あ、お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しい。マスケで熱々その手が熱すぎます。うわ、卵やばい。もっとちょっと辛いね。うんうん、辛いって書いてあったよ。うんうんうん、うわ、熱々。いいね、焼きたて。うんうん、なお、ね、うん、焼きたてって書いてあった。豆のカレーって初めて食べた。うん、豆だ。あっさりね。あっさり味。なんか朝ごはんのカレーみたいじゃない、うん、豆のカレー。美味しい。ご飯もちっとしてて美味しくない？ね、美味しい。ね、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 これカレーちょっと、うん、卵のカレーが、うん、うん、アメリックライス、うん、
カレー意外と辛い。豆のカレー辛いのかな。あ、豆が辛い、うん、マジで、うん、これご飯が美味しい、うん、カレーを、ね、うん、うん、2回目おかわりです。おかわり、シーフードと野菜のカレーが気に入ったんでこの2つもらってきました。いいね、野菜カレー気に入った、ね、ほんと、うん、野菜カレーはいいね、うん、なんとすごくよく合う、うん、うわー、この野菜の野菜の優しい甘みがいい、うん、おいしい、おいしい、ゆかりも取ってくる、うん、ママ、なんか取ってくるものある、うん、はい、ということで2回目取ってきました。ご飯に、サラダに、ナンに、カレーはね、パパと一緒、あの野菜とシーフードが美味しかったから、うん、その2つにしました、うん、見るとすごいよ、量が。これ2回目 YouTube 2回目すごいね、食べるね、すごいよ、食べるくらいですか、美味しいんだよ、うん、美味しいね、うん、食べるカレーとしてか、なんか食べ放題だけどそんなに食べ過ぎなそう、うん、スパイスって結構お腹いっぱいなの、うん、うん、野菜が美味しい、もやしが美味しくない、めっちゃもやしが美味しくない、ああ、なるほどね、これで辛さ調節しよう、辛い辛い辛い甘くない、なんかデザートみたいなやつ持ってこよう、あざす、セミアってやつだね、セミア、甘い甘いデザート、あ、豆が入ってる、どうなんだろう、ちょっと食べてみて、なんかセミアンって書いてあったよ、うん、なんかちょっとニッキみたいな感じ、あシナモン、あーなんかこれ癖になるかも一口目、うん、二口目、うん、三口目、あれこれ四口目で多分もう癖になる、取り込んでないから、ああ美味しい、うん、5口目でもう取り込む、いいよね、せんで食べ放題で60分、本当だよ、どっかで食ったことあるんだろうと思ったら、どこやったどこやったお前のそのたとえよ、それだ、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、いやー食べ放題美味しかったです、美味しかったです。